久しぶり。急にこんなところに呼び出してごめんね。しばらく俺学校に行ってなかったんだけど、何してたかって、まあいろいろとあってね、お前に会えなくて寂しかったよ。でもどうしてもお前に見せたいものがあって、こうやって会いに来たんだ。これ新しいの買っちゃったんだよね。耳かき可愛いでしょ。マイメロちゃんの耳かき、前目のちゃんとこの隣にいるなんか象みたいなのって、俺初めて見たんだけど、これ何、これ何、前目のちゃんのペット象飼ってるんだ。え、ちょっと待てよ、象って結構でかいから20メーターくらいあるよね。ゾウが20メーターで、ゾウよりマイメルちゃんででかいんだ。え、マイメルちゃんって100メーターくらいあるわけ。でかいんだね、結構。意外に。これは衝撃的。プラスチックだね、ちょっと固めで。気持ちよく取れそうだね、これなら。締めるとこんな感じ。これだったらこういうとこにも刺しておけるし、こんな感じで授業中とかでもなんかシャーペンとかと一緒にこう外見的には見えるから、怪しまれずに授業中にこう出して、スッと出して、スッと耳かきできるね。こうやってこんな感じで。
しれないよこれ。がそこにいたみたいだから、また明日噂されると悪いから、じゃあそろそろいるね俺。じゃあ今日はありがとうね、久しぶりに呼び出してごめんな。またこの時間があるときにゆっくりやってやるから楽しみにしてろよな。じゃあね。